皆さんこんにちは。ご紹介いただきました弁護士の宇都宮健二です。私は何度かこの場で演説をさせていただきました。過去3度都知事選に出馬しましたけど、町田ではこの場所や向こうの方でも、皆さんの前で市民のために市民のための都政、それを作ろうということを呼びかけさせていただきました。今回の町田市長選、私は16年間続いた石坂市政を問う選挙じゃないかと思っております。この16年間の石坂市政、皆さんどうだったでしょうか。生活は豊かになりましたか。住みやすい町になりましたか。そうじゃないんじゃないでしょうか。この石坂市政から市民のための市政を取り戻す、それが今回の選挙だと思います。そしてそれをやりきれるのは市民代表、市民が選んだ候補者、そして立憲野党6党が推している清原さん以外にはありません。石坂市政、これまでいろいろ政党の代表の方指摘されました。大変な公共施設の再編計画をやって合理化をやろうとしております。小中学校を統廃合する、とんでもないことだと思います。小中学校は災害が起きた時の避難場所ですし、そして地域のネットワークの中心です。この小中学校をもっともっと大切にする必要があります。統廃合というのであれば、もっと少人数学級をちゃんと作っていく、そういう形で子どもの一人一人の個性が生きる教育を目指すべきではないでしょうか。先ほど五十嵐さんも言われましたけど、そういうような少人数学級を作らないと、私はいじめの問題も克服できないんじゃないかと思っております。それから非常に重要なのは、図書館を再編しようとしていることです。これは朝日新聞の記事も拝見しました。鶴川の図書館、地域の住民がこれを残してもらいたい、そういう運動をやってる。あるいはサルビアの図書館、地域にとって大変重要な文化施設だと思っております。これを廃止しようとしている。清原さんはその廃止はやめるべきだと言ってます。私は文化を大切にしない町は廃れる、滅びてしまう、そういうふうに思っております。文化を大切にする、そういう町を作っていくために、清原さんに市長になっていただきたい、そういうふうに思っております。このコロナ禍であっという間に多くの人々が仕事や住まいを失っております。私は反貧困ネットワークの活動もしておりまして、年末年始、生活困窮者の支援活動、仲間がやっております。そこに並ぶ行列は昨年を比較して今年はさらに増えております。こういう貧困や格差が広がっております。清原さんはそういう研究、生活困窮者の支援活動もこの町田市でやられている、そういうふうに聞いております。ただ民間がやることは限界に来ております。政府は自助、共助、これを強調しておりますけど、こういうコロナ禍で貧困や格差が広がっている、そういう時こそ公助の出番ではないですか。国や自治体は何やってんですか。私はもっと町田市がこの生活困窮に陥った人の支援活動に乗り出すべきだと思っております。清原さんが市長になれば必ずやっていただけると思っております。清原さんは小中学校の給食の無償化を訴えております。今
子ども食堂が広がっております。確かに素晴らしい取り組みだと思っております。生活困窮で食事も満足に取れない子どもたちがたくさんいるんです。でもそれをまず真っ先にやるのは国や自治体じゃないでしょうか。給食の無償化、完全無償化を実施するために清原さんに市長になっていただきたい。そしてこういう無償化を実施できている小中学校というのは都内もあんまりないんです。お隣の韓国は 80% ぐらいが全国の小中学校給食の無償化がなされております。日本は 4% 程度です。自治体がやろうと思ったら子どもたちの給食無償化が実施できるんです。私はこのコロナ禍の中で日本社会は大変脆弱な社会だなというふうに思いました。あっという間に人々が仕事や住まいを失ってしまう。これまでの日本の社会の在り方が問われていると思っております。これまでの日本の社会、目先の経済効率ばかりを優先をして人々の命や暮らし、人権、環境をおろそかにしてきました。このような社会は大変コロナ禍、災害等が起こると脆い社会であるということが私たちは気がつきました。これからの社会、目先の経済効率よりも人々の命や暮らし、そして人権や環境、これを大切にする社会じゃないとダメだと思います。そして自己責任を問う社会じゃなくて支え合う社会、連帯を重視する社会、こういう社会が必要になってきております。そういう社会、そういう町をまず清原さんに市長になって作ってもらおうじゃありませんか。町だから東京を変えてください。そして町だから国政を変えていきましょう。清原さんと共に市民の手に町田市政を取り返すために、もう時間あまりありませんけど最後までご奮闘をお願いします。そして支援の輪を広げてください。共に頑張っていきましょう。町田市政を市民の手に取り戻しましょう。清原さんと共に取り戻しましょう。ご支援をよろしくお願いします。ありがとうございました。宇都宮さん、力強い応援メッセージありがとうございました。上に上がった皆さん、本当は手を握り合えて万歳したいんですが、それはちょっとできませんので、ここに手を挙げて、どうでしょう。写真の皆、カメラマンいいですか。はい、皆さん本当に力強いメッセージありがとう、応援メッセージありがとう。